こんにちは、バイカン大学竹内です。今日2023年4月1日は神奈川県がタンデムバイク解禁になりました。ということで今日は逗子葉山をですね、篠崎君と一緒に、タンデムに、乗ってきました。その様子をご覧ください。堤防があって、その堤防が切れるところが、その瞬間が好きなんですね。すごい景色よくて。神奈川県4月からタンデム解禁です。今日解禁日、4月1日です。2023年4月1日デートスポットじゃん、ここいいですよね。なんかバラだけじゃなくて、こうやって乗れるのはすごい楽しい。ちゃんと練習になるし、後ろ慣れたらなんかいいですね。いろいろ自由ですよねただ漕いでるだけで。ねえ、サンデム今日の解禁なんですよ、今日、神奈川解禁。うちの店でこれ作ってて、はい、じゃあこれから我々がボランティアで三崎ドーナツに逗子駅からご案内するっていうサービスをボランティアでここに三崎ドーナツって支店もあんのに、あそこは逗子